新伊勢物語、伊勢に暮らす人々のゆるやかトーク番組。伊勢の文化、歴史、人とのつながり、それぞれの魅力に惹かれて住み続ける人や移住してきた人などを掘り下げていきます。今回は千葉県と福岡県から伊勢に移住してきたアリーと千島、伊勢在住のコマとともに、伊勢に移住してきたきっかけや2人がどうやって伊勢で過ごしているのか掘り下げていきましょう。ではここからは、司会の私がいろいろ聞いていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはアリーから。はい、はいはい、アリーは福岡から伊勢に来て何年経った？丸3年経って4年目に入った。おお、伊勢でお店を開くために移住してきたんやな。そう、お店しようと思って、まあ、九州のものをいろいろ皆さんに紹介できるようなお店をと思って作りました。いや、九州とね、素敵なお店なんですよ、はい、老若男女問わず愛されるいいお店なんです。ありがとうございます。ただそのよくお客さんにもよく聞かれてるんやけど、うん、なんでアリーが移住先として伊勢を選んだのかっていうのがすごい気になるよね。はい、ではこちらのストーリーをご覧ください。これは2017年頃、私が福岡にいて32歳の時のお話。自分が興味を持った仕事に積極的に取り組んで、派遣社員、居酒屋バイト、町コンイベントスタッフなどを掛け持ち、毎日忙しく過ごしていました。ただ、充実はしているはずなんだけど、どこかしっくりこない。もっとワクワクできることがあるんじゃないかな、と考えていたんです。そんな時ふと思い立って、伊勢に一人旅へ。伊勢に到着したのは夜遅く。たまたま入った居酒屋さんで地元民の飲み会と遭遇。飲み会中の方は、どこから来たん？と、気さくに声をかけてくれました。カウンター座って、いきなり日本酒頼む人はなかなかおらんから気になったよ、とのこと。おすすめの観光地ないですか？と聞いてみると、おすすめスポットをたくさん紹介してもらいました。おかげで3日間の観光は充実したものに、私はこの旅行から伊勢にウェルカムしてもらっている感覚を味わいました。福岡に帰って1ヶ月後、仕事の気にもついてきた何か新しいことしたいな、という思いに。そうだ、知り合いいっぱいできたから伊勢に移住しちゃおう、と。そこから3日ほど考えて、私がお酒好きだから飲み屋さんを開きたいな。旅行で伊勢の人に楽しませてもらったから、今度は九州のお酒や料理で楽しんでもらおう。そして、伊勢にいながらにして九州っぽい空間を味わえる飲み屋さんを開くことが決定。初の伊勢旅行から3ヶ月後に移住。1年かけて準備の末、2018年に開店。地域の人にも観光で訪れた人にも楽しんでもらえるお店ができました。なるほど。お店を開くために事前に伊勢で情報収集をしていたというわけではなくて、うん、本当にたまたま旅行で伊勢に来てで出会った人たちがきっかけで伊勢でお店を開こうっていう気持ちになったよね。そう、たまたまですね。なかなかだよね。はい、一言言ってたまたまです。でさ、チシマンは仕事がきっかけで千葉から伊勢に移住してきたんだ。そこがちゃんと仕事がきっかけで行きました。ちゃんとだよ。別にどういう理由でもいいんですよ。仕事がきっかけというか。チシマンは、来てから何年経ったんや？もう4年経ちました。あ、そうなんですね。今ここに入りました。移住の先輩ですね、はい。うん、先輩と後輩ですね。はい。はい、そんなチシマンの移住エピソードもまとめておりますので、こちらをご覧ください。ご覧ください。2015年、僕が当時29歳だった頃の話。僕は地元千葉県から通勤して東京の建築設計事務所に勤めていました。毎日通勤ラッシュの中、満員電車に揺られ、帰りはフラフラの状態で終電で帰る、そんな生活の繰り返し。仕事自体は充実していて楽しかったけれど、いわゆる都会疲れっていうやつに陥り、働き始めて4年目からは特に何やってるんだろうという気持ちが強くなっていきました。もともと僕は日本の自然風景を見るのが好きで、自然が身近にある地方への憧れを持っていて、よく旅行に出かけていました。また大学院まで町づくりや都市計画の研究に携わっていたこともあり、研究ではなくて町づくり方面の仕事がしてみたいという思いがあったんです。そんな地方への憧れの気持ちと町づくり方面の仕事の思いが合わさって、じゃあ地方で仕事してみようかなという考えに至りました。しかし転職活動を開始してみたものの、なかなかしっくりくる仕事が見つかりません。悩みながら探して検討していく中で、やっとこれだと思えた仕事が、今のタウンマネージャーという仕事だったんです。ちなみにタウンマネージャーは、行政や商工会議所、商店街などと市民を連携させて、街を元気にしていく仕事です。2016年3月に採用が決定し、今では5年目に突入、地域の皆さんと、
どんどん新しいプロジェクトに取り組み、町を元気にしていってます。2人ともなんとなく共通してるよね。もともとの生活にこれじゃないっていうのを感じて、環境をガラッと変化をさせるために移住したっていう感じなんやな。そうそうや、うんうんうん。でさ、千島は都会から離れてみ、伊勢に住んでみてどうやった？都会から離れると自然がまず大阪全然違くて、景色見るともう山がたくさんあって、ビルがない、だけど伊勢に来たらある程度都心というか、都会というか、街なんで、非常にコンパクトで、すごく過ごしやすいです。まあ、本屋さんもあるし、メタルショップもあるし、カフェもあるし、服もあるし、家電もあるし、ね、そう家電はい、アリはどう？そうやね、私は私でこう、お店をやろうと思ってきたので、まあ、でもこう初めてのお店作りっていう段階やったんやけど、本当いろんな人に助けられる街で、まあ、市役所さんもそうやけど、あ、タウンマネージャーの千島くんだったり、もうお店やってる人たちだったり、いろんな取引先だったりも含めて、いろんな方が相談に乗ってくださる、すごくいい街だなというふうに思います。はい、なるほど。ではここからは、移住者である2人のですね、日常をさらに掘り下げていきたいと思っています。はい、このね、2人の1週間と、あと平日1日のですね、スケジュールを用意してもらっているので、見ていきましょう。はい、はい、これが僕の1週間のスケジュールと1日のスケジュールです。はい、仕事でもこれはね、実際は、フリーランスで契約してるから、ある程度仕事の時間は決まってるけど、自分でやっぱ勉強しなきゃいけないこともあるし、仕事やらなきゃいけないこともあるんで、調整しながらちゃんとやってますから、好きでやってますから大丈夫です。その中にバスケとかジム行ったりとか休んだりします。実際はね、そういう形で仕事をさせてもらってます。はい、はい、それで、実際に僕の普段の風景写真あるので見てほしいと思います。はい、最初の写真がこちらになります。移住促進会、移住創業促進会、集合写真真面目にやってたけど、みんなでピースしてみました、はい、すごいいろんな横串にして、いろんな 市の方とか町会社の人とか参加してもらってます。伊勢市の宣伝とか移住をやってる人、伊勢の町づくりをやってる人、企業とか創業とか、まあ、商工業の支援をしてくれる人、うん、お世話になりました、はい、ああ、そっか、はい、就職とかハローワークと連携してる人、空き家バンクとかをやってくれてる人、まちづくり全般を移住イベントとか PR も手伝っている人、うん、はい、はい、で僕が働いているのはこの伊勢まちづくり株式会社っていうところで、うん、4人の、スタッフで一緒に仕事をしているというのが日中です、はい、で夜になると公正住処っていう、空き家とかを問題にしている住民の方々と一緒に会議をやりながら開業をしています、うん、民生委員とか建設会社とか設計事務所とか、それ結構若手の人が参加したりして真面目に会議してるんですけど、まあ、わきあいあいと一緒に仕事をさせてもらったりしてます。なるほど、まちづくりってなると、その行政の機関だけじゃなくて地元の方とか本当にいろんな人が関わってくるよね。そうですね、大変そうやけどめっちゃ楽しそうな仕事や。そうそう、交流めちゃ広がるし、うん、はい、でさ、アリーはどんな感じなの？はい、じゃあ私の1週間のスケジュールと1日のタイムスケジュール、こちらどうぞ。1週間の流れですね、木曜日がお店を休みにしてて、うん、あとはまあ仕事なんですけど、まあ、1日のね、お仕事ある日のやつ見てもらうと、まあ、しっかり睡眠も取りながらお昼で寝る時間おかしくちょっとやっぱさ、夜から仕事だからちょっと皆さんとはね、時間がずれるんですが、まあ、昼ぐらいにですね、目覚ましもかけずに起きるので、昼ごろ起きて買い出しもしつつ、こうカフェタイムも過ごしつつ、仕事の準備をして、終わったらまた飲みにすごいダラダラしながら、そしてまた明け方寝るっていう。いやー、めっちゃ楽しそうや。はい、はい、そんな私のもね、ちょっと写真があるので、こちらどうぞ。はい、まずこれは私のお店の写真ですね。ちょっとお客さんにね、協力してもらって撮ったんですけど、そう、このお客さんのバックに、まあ、普段飲むスペースがあって、うん、ここは受け渡しのところなんですが、おしゃべりもしながらやってますね、うん、ディスタンスで、はい、ディスタンス取りながらですね
はい、でお店終わってからのですね、あ、私の、まあ、プライベートタイムですね、近所のですね素敵なバーに伺いまして、はい、あのお勉強がてらですね、はい、ケイさんとお話とかもして、そうだね、飲みながら話しながらみたいな、まあそういう写真になってるそう、ね、この日はちょっとね、あのせっかくなのでもう一軒行きましたあのウイスキーばっかり飲んでますけど、すごいね、ちょっとね、業種というか業種は一緒だけど、うん、やっぱそれぞれに出してるものが違ったりするので、うん、いろいろ勉強がてら写真も撮らせてもらいつつ行ってますね、うん、はい、いや、同じ飲食店同士もお互いライバル同士っていう感じではないよね。そうやね、まあ、みんな仲いいし、まあ、今はこうバーの写真しかなかったけど、まあ、普段からいろんな情報交換していて、コロナになってからもドライブスルーのイベントでお弁当をこう、ね、車の人たちにみんな渡せるようなイベントをやったりとかしたんですけど、まあ、その時の、ね、メンバーでこの間開催したのは4月5月とかですけど、落ち着いてから打ち上げした時の写真も、はい、すごいだいぶ赤いかもしれない、だいぶですね、だいぶはい、こんな感じでした。みんな、はい、あのお店の店主でそれぞれが、まあ、ものを作ってきてドライブスルーだったんです。飲食店の店主さんね、素敵な人たちばっかやな。そうなんですよ。 あとさ、アリオプライベートで飲み屋さんだけじゃなくてカフェもよく行くんやな。そうそうそう、伊勢ね、素敵なカフェも結構あって。そう、あるよ、あります、いろんなカフェも。これ持ってるのは酒じゃないんですよコーヒーね、コーヒーね、コーヒー素敵なね、カフェがあって、まあ、アリオはさ、プライベートで伊勢の友達と遊んだりとかもしてるけど、移住してからどういうきっかけでこういう関係が広がったん？そうやね、やっぱ紹介というか、まあ、それこそ同じような仕事してたりとか、うん、まあ、同じぐらいの年代だったりとか、まあ、ここのつながりとかもそうやけど、うん、あるね、まあね、何かしら誰かのつながりで紹介というか、まあ、なんかこう共通の友達がいてみたいなのでつながってったりが多いかな。つながりの深い地域でつながるから年代関係ない、そうだね、そうだね、性別も関係ないし、うん、年齢も関係ないし、本当はこうつながっていくっていう感じですか。そうか、素敵な街なんですよ新伊勢物語をご覧いただきありがとうございました。移住のきっかけ、移住後の暮らしも全く違う2人のトークはいかがでしたか。伊勢への移住に興味を持ったそこのあなた、伊勢市へのご相談、ご質問、どしどしお待ちしております。新伊勢物語。